広場を囲むように配置された店舗アスナル金山は愛知県名古屋市中区金山1丁目17番1号の金山総合駅北口にある複合商業施設。戦災復興計画の用地として名古屋市が戦後すぐから確保してきた用地の一部を用いて金山北地区開発の一環として名古屋都市整備公社が名古屋市から15年限定3月までの期限で土地を借り受け一部の公道を撤去して建設され2005年3月10日に開業した。その後、名古屋市は2028年までアスナル金山を存続させることを発表した。名称の由来は明日に向かって元気になる。であり、アスナル金山やアスナル金山などとも呼ばれている。敷地面積 14,200 平方メートルの施設で商業施設と広場からなる交流の場とバスやタクシー乗降場、駐車場からなる交通ターミナル施設に分かれている。交流の場は地上4階建て、延べ床面積 17,500 平方メートルで約60の店舗やワゴンショップで構成され、1階中央のステージでは各種イベントも開かれている。また、アスナル金山の北側壁面にはエコカーテンと呼ばれる壁面風車が設置されており、これが発電し蓄電された電気を夜間のライトアップなどに使用している。など、アスナルホールは、アスナル金山1階にあった多目的ホール。面積300平方メートル、座席数は299席。有料イベントに使用されたが、2012年3月31日をもって閉館した。週末や祝日を中心に1階中央のステージでは、FM 愛知の公開生放送をはじめ、お笑いショーやアマチュアアーティストによるライブなどが開かれている。CD 発売に合わせたイベントなど、中川翔子が中京地区に訪れる際の降臨地としても知られ、イベントが行われると、彼女のブログで会場や飲食店舗の様子がよく紹介される。2018年11月29日に1シングル、ブルームーンのリリースイベントで、約6年ぶりに訪れた。また、氷川きよしもリリースイベントでよく訪れる。ここでの活動がデビューへの道になることがある。元 SKE48 佐藤美恵子が無名だった頃、風子こよい名義でこのステージで活動していた。現在、最多動員を記録しているのは2008年8月26日の羞恥心のシングル、泣かないで発売キャンペーンイベントで、6000人の動員を記録した。ありがとうございます。